皆さんこんこにちは作家の本田健です今日は今週末行います本田健の一般向け講演会オンライン講演会のお知らせですテーマは激動の時代に必要な7つの知恵ということでごくごく一般向けにですね分かりやすく今起きていることそして何が必要なのかっていうことについてお話したいと思います初めてのズーム講演会なのでちょっとドキドキしますがどういう出会いがあるのか今から楽しみにしています ちょうど本田健書店の本今毎月書いてるんですけども、えー、本が書き終わりましてちょっとやや疲れ体は疲れそして心は晴れ晴れした感じでこれを収録しているとこです今毎月一冊本を書いてるので大体ですね45日でぐっと書き上げてるんですけども、まあ、それまでにもいろいろ下調べする時間が結構あって、まあ、今世界で何が起きてるのかってこともそうですし過去何が起きてきたのかってことに関して今いろいろ詳しくなってきました 今回の本は激動の時代にあなたの資産と家族を守るためにできる6つのことということで特にですね1929年の後何が起きたのかブラックマンデーからですね世界大恐慌につながってそしていろんな国で預金封鎖とか世界金融破綻が起きたわけですけどまあその流れで何が起きたのかそしてですね日本でこれから何が起きそうなのかアメリカヨーロッパそして中国で何が起きつつあるのか こういったことを一冊にまとめるのは大変だったんですけど非常にボリューミーな本になったと思います今までの資料をたくさんあさってそして今の状況と照らし合わせているんですけどもあまりにも80年前とそっくりなるのに本当に怖くなる感じがしますがそうは言ってもですね今回はどうなるのかこれは人類が決められることだなというふうに思っております今は えーまあ、個人的にもちょっとほっとしているとこなんですけども世界全体が今ちょっとリラックスしていてそして特に日本はですねそうは言ってもですねちょうど WHO の事務局長がお話しされてましたけども世界は新たな危機に向かっているというのは事実でちょうどですね昨日だったかとといだったか 今までの過去1日最高18万人でしたっけね感染者数が出ているということで世界の感染者のですね拡大は全然終わっていませんけれどもまあ今一時的にはですねその世界で拡大している状況とは別に日本はだいぶ安定してきましたしまあその日本の今こう感染者数の伸びっていうのはですねだいぶ抑えられてますしとにかく死者数が ほぼゼロになってきてるっていうことから考えると、まあ、とりあえずは一安心していいのかなというふうに思います。まあ、日本のウイルスは多分海外で展開されてる、まあ、海外で流行ってるのとはだいぶ違うんじゃないかというのが僕の仮説ですけど、まあ、でもですね海外からお客さんが来ない、まあ、1,000人とかぐらい来てるみたいですけどもそういった意味では非常に、まあ、完全に鎖国状態を保てるわけで。 まあしばらくですねこの状態を保つことができれば日本での急な拡大っていうのはないんじゃないかなというふうに思いますそういった意味では7月8月そして9月ぐらいまではちょっと安心できるのかなという感じがしていますまあ、一方でですねまこのこの週末に行います講演会でも話すんですが アフターコロナの時代ということで、ビジネスをやられている方、そして観光業界の方、そして飲食業界の方なんかは、もう現在、迫り来る危機と毎日毎日戦っていらっしゃるんじゃないかと思います。それ以外の方はですね、まあ、比較的ちょっと自粛明けの状態で、ちょっとリラックスしているというか、感染のですね、リスクもちょっと減ったみたいだし、まあ、とりあえずご飯行くとかっていう形になっているんじゃないかと思います。 海外旅行に行ったりですね、飛行機に乗ってどっか行くってことはないにしても、まあ、それでも近場のショッピングセンターに出かけたり、家族で散歩したりってことは、自粛前よりはだいぶ一般、一般っていうか、今までの状態に近づいてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人的には第二波は必ずやってくるというふうに思ってまして、その準備をしているとこですけども、 まあそうは言ってもですね、この6月、7月、8月ぐらいまではちょっと一息つけるかなというふうに思ってます。まあこの3ヶ月の間に何を準備するのかっていうのはとても大事だと思いますけど、今からですね、何をしておけばいいのかということを本田圏書店の本にも書きましたし、この週末講演会で話す予定です。今日は6つの知恵について簡単にお話ししたいというふうに思います。あ ごめんなさい7つの知恵でしたね。7つの知恵についてお話したいと思います。まず1番目はお金の知恵です。お金っていうのはですね、多分皆さんの人生でも大事なものに一つだと思いますけれども、特にこのポストコロナの時代には、 え、現金が非常に大切になってきます。え、現金がない、そして現金がですね、えー、帳尻が合わないので、自殺する方も多分これからすごく増えると思いますけれども、お金で死ぬ必要は全然ありません。けれども、責任感の強い人、真面目な人はですね、そういうふうに考えてしまいます。なので、お金について知っておくことはですね、とっても大事だと思います。特に、ポストコロナのお金は今までと全く違います。今まではですね、レバリッジをかけて、 そして優秀な人ほど借金をしてお金を増やしていくってことがありましたけども今からの時代はですね積極的に増やすというよりもどうやって守るのかということです先ほど書き上げた本の中にも書きましたけども皆さんは現金だけじゃなくていろんな資産を持ってますその目に見える有形資産そして目に見えない無形資産を持ってらっしゃるわけですがそれをですね一つ一つ在庫整理というか棚卸しをして皆さんにとってどういう資産が必要なのか そしてですね、その今の有形資産、を無形資産にどうやって変えていくのか、このプロセスが大事だというふうに思います。特に預金封鎖、日本ではすぐに行い、そういったことはないと思いますが、いずれやってくる可能性はゼロではありません。その時にですね、現金預金を持ってたとしたら、それがですね100、100%補足されるわけですけれども、例えばそれを信頼とか人脈とか、 新しいお客さんとのつながりっていうものに変えておけば、課税されるっていうわけでもありませんし、没収されるわけでもない。まあ、そういうことから考えるとですね、21世紀のビジネスの子スタンダードは、お客さんとの信頼関係、そういったものが本当の資産になってくると思いますが、そういったものには課税されることはありません。まあ、そういう意味で、どういうふうな知恵が必要なのか、ポストコロナのお金とどう向き合っていいのか、これについてお話をしたいと思います。 2番目の知恵は仕事の知恵ですね。仕事の知恵っていうのは、まさしく皆さんが多分現場で奮闘されているポストコロナどういうふうに仕事をしていったらいいのか。特に接客業とかお客さんと接しなくちゃいけない、接する機会がですね、多かった仕事。まあこういった仕事からですね、全く新しい仕事のやり方をしていかなければなりません。まあそういった意味で何に気をつけなければいけないのか。 そして、これからですね、収入が10倍になる人、そして10分の1になる人の差、100倍になるわけですが、それがこれから起きていくというふうに思います。3番目の知恵。精神スピリチュアルの知恵ですね。これは、これからコロナの時代がですね、ウィズコロナというふうに言われる時代が始まって、いよいよですね、その人とつながる、そして同時に人とつながるのが怖いという、そういうふうな二律背反的な気持ち。 そして誰かに何かを与えてあげたいいやなんか自分のものは自分で確保しときたい、まあ、そういうちょっと浅ましい自分も出てきたりとかして多くの人にとっては自分の人間性が試される非常ににに興味深いいい時代になったとううふうに思います、まあ、そういった意味で人類全体が新しく愛に目覚めたり若い人に目覚めたり人類の相互意識に対して目覚めていくのかどうかこれがですね 僕は特に今回の講演会でお話ししたい内容です。例えば、ダライラマがある法要で言ってましたけれども、その人間の中にある慈悲の心ってのは何なのか、それを人類全体が思い出せるとしたら、食料危機をクリアすることはできるでしょうし、ワクチンの開発もですね、競争ではなくて、競争、新しく共同創造で作れるんじゃないかなというふうに思いますが、残念ながらですね、まだ 今世界の状況を見てるとそこまで分かっちゃいベースになってないというのが非常に残念な感じがします。4番目の知恵は人間関係の知恵です。これからの皆さんの人生に最も大事なのは人間関係です。皆さんのことを助けてくれる人が例えば一人なのかあるいはもうたくさんたくさんもう数えたらいっぱいいるっていう風な状態なのかそれがですね皆さんの幸せを決めます。お金が全くなかったとしても皆さんのことが大事で 大事大事うまくいってるかどうか気にかけてくれる人たちが100人も200人もいるそういう状態だったら全く心配はないと思います、まあ、逆にお金がいっぱいあってもですね皆さんのことを助けてくれる人がいないあるいはせちがらい感じがしている何かあると誰かに取られちゃうんじゃないか、まあ、そういう恐れの中で生きてる人はこれからですね恐れをいっぱい体験することになると思います皆さんのことをとっても大事な人そして大切に思ってくれる人 こういった人たちとの関係をこれから深めていくためにはどうしたらいいのかという話をします。5番目の知恵は夢実現、願望達成のことですね。これまで何冊か本を書いてきましたけれども、夢、願望実現というのは不思議な形で達成します。一例を挙げますと自分の例ですけれども、今年の1月にですね、4月までに例えば YouTube の登録者数10万人ぐらいに達成したいなという話をしてました。 1>, 1月の時点ではまだ2万人とかそこらだったので、まあ、ちょっと遠いというかそういう感じでした。3月の時もですね初めの時にはまだ全然どうやったらあと1とつ半で10万,部いくのかな10万人いくのかなというふうに思ってましたけどもこれをご覧になっている方も見ていただいたかも分かりませんがこれからこういうふうな時代になっていくんじゃないかという自分のですね感じたものそして見ているものこれをシェアしたところ たくさんの方たちが見ていただくことになりまして、あっという間にですね、YouTube の登録者が10万人になったということになります。そして今、世界規模で教え始めているわけですけれども、今まではですね、スイスで呼ばれたり、アムステルダムで講演したりっていうことが企画されてたんですけども、そのリアルイベントが全てキャンセルになりまして、そういった意味で僕の夢は閉ざされたわけです。なんですが、一方でですね、Zoom という新しいテクノロジーによって、 たたくさんの人ちとつつががることができつつあります今インドの会議に出たりとかこれからもともと行くはずだったアムステルダムでやるやつはですね世界のオンラインセミナーになりましてもう文字通り世界中から参加されるようなそういうズームセミナーになることになりました、まあ、そういった意味でどんな時代もですね夢の,そのこういうふうなここに行きたいっていうのが明確であればそのプロセスはこう行くのかこう行くのかって道はだいぶ違うんですけども 必ず夢を叶うというふうに思います。ポストコロナ時代にどうやって夢を叶えていくのか、これについてお話したいと思います。そして6番目はですね、健康パフォーマンスアップということについてです。皆さんも多分、すごく体験されたし、すごく今回痛感したんじゃないかなというふうに思いますが、普段どれだけ免疫が高いか、そして健康化がっていうのがですね、 これからのコロナの第2波に備えておく、とっても大事なポイントなんじゃないかなというふうに思います。多くの人たちは過信しています。なのでこのこれからですね、健康に関してもすごく大事だと思いますし、この数ヶ月免疫をどれだけ上げられるのかっていうのはとっても大事だと思います。特に個人的には幸せになること、そして幸せになってですね、すごくこう。 前向きになるというか、まあ、時代は多分暗い時代になると思いますけれどもその中でもですね平安と幸せを見出せるような、まあ、そういう生き方をすることができれば免疫もアップするんじゃないかなというふうに思います、まあ、もちろん医学的な知識もそうですしコロナのどういうふうにすれば感染するのか、まあ、そういった知識なんかも必要なんじゃないかなというふうに思いますが同時にですねパフォーマンスをアップするにはどうしたらいいのか。 いうこことに関ししてもこの項目でお話したいいと思いますそして最後の知恵ですけれどもここ,からここからですね全く新しい時代まあ言ってみれば新しい文明が始まると僕は考えていますその時にですね今までの挿絵とかマーケティングのツールとかそういったものは全く役に立たなくて人類規模で意識が変わるわけですから特に40歳以降ぐらいの人たちは これからの時代の大きな変化についていけるかどうかよほど意識しておかなければ時代に取り残される可能性があります。まあ、今世界的にですねブラック・ライブズ・マターとかまあそういう人種を超えたそのつながり方をするっていうそういうふうな感覚で特に世界の若者はですね動いています。アメリカとかヨーロッパとかそういった人たちは随分違う感覚で動いています。同時に中国 でも全く違う動ききが起きているみたいですまあそういう意味でですね日本の人たちは、まあ、ある意味幸せなのかもしれませんがガラパゴス状態で独自の発展を遂げているわけですけどもこのままだと世界に孤立したまま独自のですね、まあ、生き方、まあ、1億人いるのでとりあえずはなんとかなると思うんですけども、まあ、そういうふうな取り残された状態で世界のある意味進化に置いていかれないように気をつけなくちゃなというふうに思います。 日本の素晴らしいところがいっぱいあって逆にそれを世界に発信することができたら世界のリーダーの一人、まあ、一つになれるんじゃないかと個人的に思ってますけども、まあ、その意識でですねどうやって生きたらいいのかそして皆さんのライフワーク豊かさをどうやってこの時代でも実現するのかということに対してお話したいというふうに思います鍵はですねぶれないことですあなたがこれから何をやるにしても 皆さんにとってすごく大切なもの自分にとって何が大切なのかこれが明確になっているとこれからの時代どれだけですね感染が拡大して大変なことになったとしてもあなたの幸せというのはこれっぽっちも減らないはずですなのでぜひ自分自身を見出してこれからの時代明るく楽しく素晴らしく周りの人たちと生きていっていただきたいというふうに思いますまあそういったことをですね 7つの知恵というテーマでお話していきたいと思います今レジュメを作っているところですけどめちゃくちゃいい講演会になりそうな感じがしています日曜日の夜9時からということで普通の講演会じゃありえない遅さなんですけどだいたい2時間ぐらいお話したいと思います今講演会に参加される皆さんからの質問も受け付けておりますので皆さんからの質問に関してもお答えしていきたいと思います というわけで、一般向けの講演会、今からとっても楽しみにしています。ご縁のある方は、ぜひ、日曜日、参加してください。詳細は、この欄に貼っておきますので、ご覧ください。そして、まだ、本田兼書店、ご覧になってない方は、今、Amazon でも無料で、一部見れるようになってますので、見てください。 そしてオンラインサロンも毎月やってます。ミニセミナーとかもやってます。7月からいよいよスペシャルゲストを招いた対談とか新しい企画を始めますのでオンラインサロンもぜひ見てみてください。というわけで最後まで見てくださってありがとうございました。Facebook Live は7月も1回ぐらい多分どっかのタイミングでやろうというふうに思います。というわけでさよなら。